仙台港のページェント新潟港のページェント光のページェントとは日本の言葉でイルミネーション、ろうそくの日、花火などを用い暗闇で視覚的に小さな光の集合を大規模に提示する様を言う日本各地でイルミネーション、ろうそくの日、花火などを用いたイベント名に光のページェントと名付ける例が見られるイベント名の光のページェントはページェントと略されることがある イベントとして大規模に提示するため、基本的に野外、夜間に行われる。イルミネーションのイベントでは、夜間の時間の長い当時前後の年末、または年末年始に行われる。日本では基本的に宗教行事的色彩はないが、一部クリスマスとの関連も見られる。仙台市にある工業会社の GIP が、光のページェントの商標を管理している。 千万県発生日は、1八十七年十月十二日。宗教的ページェントの例日本語の、ページェントにあたる英語はページェントであるが、英語においては、歴史、伝説、宗教をモチーフにして、華麗な衣装を着て、野外で行う劇や行進を指す。仙台では、森の都の象徴である定前寺通りなどの並木道が、冬枯れして殺風景になっているのを憂えた市民が、 仙台七夕にちなみ、天の川に例えたイルミネーションという衣装をまとわせて、並木道を華麗なページェントに変えたため、仙台ページェント・オブ・スターライト、すなわち仙台河野ページェントと名付けた。同様に新潟河野ページェントも冬枯れした並木道のイルミネーションのため、光のページェントと命名しているものの、仙台のように七夕との関連がないため、英章では、 新潟ページェント・オブ・ライツとしている。冬枯れした並木にイルミネーションを行うイベント都市の顔となる施設、名所、商店街などにイルミネーション及びライトアップを行うイベント長野県では手作りの氷のシェードの中に火をつけたろうそくを入れて並べるイベントが各地にあり、光のページェントという名称のものもある。群馬県伊勢崎市のワンドンを用いている。ありがとうございます。